地は室戸、観音山の近くの先の浜の川を挟んで二人のおじいさんが住んでおった。金田のじいさんは向こう岸の船を持っている鍛冶屋のじいさんに大声で呼びかけ、毎日朝と晩方観音山の下の磯ん坊の沖に敷いてある網を上げに行っておった。いい天気になりそうだな。おに今日も魚がぎょうさんかかっとりゃ映画の。金田のじいさんと鍛冶屋のじいさんは大層仲の良い友達じゃった。どうじゃかかっとるか。おりゃかかっとるで。ほれほれ、ぎょうさんかかっとるわい。こうして二人は取れた魚は平等に分け合った。天気はええし、魚はぎょうさん取れたし、言うことがないがな。本当じゃな。おありゃ、こらしもた。ええがな、ええがな、一匹や二匹の魚。そうじゃな。そうしてまた網を仕掛けると、観音山の沖の漁場から家へと帰ってくる毎日じゃった。そうしてその日も夕方になるとまた、そんなある夜のこと、誰もが寝静まった真夜中頃、寝ぼけとるんでねえか。そしておらの空耳じゃったか。
鍛冶屋のじいさんはおかしなこともあるもんじゃと不思議に思いながらも、とりあえず家に帰った。オラの空耳なんかじゃねえ。おい、金田のじいさま。どうした、また寝ぼけてきたか。何、おめえは人を寝ぼけたとか言うてバカにしておったが、おめえの方が寝ぼけて人を呼んだでねえか。なんじゃと、わしが寝ぼけたじゃと。大きな怒鳴り声で人を起こして起きながら、そのいぐさは何じゃ、そのいぐさは。この寝ぼけが。寝ぼけが。まだ寝ぼけとるのか。おめえの方こそ。なんじゃと、もう二度とおめえのようなやつ相手にせん。誰がおめえみてえなやつに手伝ってもらうもんか。ところで、そんな二人の様子を松の木の根元でじーっと見ているものがあった。それは観音山からいつ頃からか、ここの松の木の根元の穴に巣を移して住んでいた豆たぬきじゃった。やったやった、もういっぺんおらが金田のじいさんの声を真似て呼んだら、あいつら殴り合いの喧嘩になるかもしれん。しもた。いや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 、わしの方こそ。そこでじゃが、ちょっとちょっと。そこで鍛冶屋のじいさんと金田のじいさんは何やら相談した。さあさあ、今から松葉集めて、そこの人まねだぬきをいぶり出してやろうぜ。狸汁を食うのも久しぶりじゃで、のー、なんだと、いぶり出し狸汁じゃと。二人の言葉にびっくり仰天した豆だぬきは、転げるようにして観音山へと帰っていった。うまく出て行ってくれたようじゃな。危うくな肩がいするところじゃった。本当じゃ。それにしてもタヌキもかわいそうなことよな。なんでじゃ。タヌキっちゅうもんはな、夜で歩くもんじゃ。それを朝眠っとるときに、おめえにあの松の木の根元で大声あげられちゃ、寝てもいられめえ。それで人間にしておらたちに仕返しをしたっちゅうわけか。まあ、タヌキだって寝りっぱな起こされりゃ怒るわな。おめえさんだってそうじゃろ。おめえさんもな。おお、船出すのろしの合図じゃ。ご苦労さんじゃな。なんのなんの。それ。今日も一踏ん張りじゃ。
人真似狸の一件があってからというもの、金田のじいさんはのろしをあげて合図するようになり、それを見て鍛冶屋のじいさんは船を出し、二人仲良く魚を取りに出かけたということじゃ。